皆さんこんにちは、キスクです。今回はですね、新作の DCG がリリースされたので、そちらの方をですね紹介していこうかなと思います。まあね、サムネとタイトル見ていただければわかると思うんですけど、そう、今回紹介するのはアルテイルネオです。はい、まあタイトルドドンと出てると思うんですけども、こちらですね、10月25日にリリースされた新作の DCG で、まあ、割と最近に出たし、話題にもなってたんで知ってる方も、たくさんいらっしゃると思いますが、これねめちゃめちゃ面白いんですよね。まあ早速ねゲーム画面見ていきましょう。こちらです。まず大前提として、こちらのゲームですね、他の DCG と全く違う点がいくつかございます。はい、まず第一、ドロー要素がないと。まあよくね、他の DCG とかやってると、うわトップでリーサルかよとかね、うわマリガン終わってるみたいなことよくありますよね、 DCG やってると。僕も何度か経験してるんですけども、それがない、それがないです。はい、お次に先行後攻の概念がありません。はい、相手と、同時進行で戦いが進んでいくんですよね、このゲーム。なので、先行ゲーだよとかもない。はい、つまり限りなく運要素のない完全実力系 DCG となってます。はい、まあこれがね他の DCG とは違う最大の利点なんじゃないかなと思っています。はい、プラスアルファですよ。はい、イラストが素晴らしい。イラストが素晴らしい。やっぱりね、いくらいいゲームだからってイラストがあまりじゃ、やっぱりやる気が起きない人たくさんいるんじゃないかなと思うんですけども、イラストが素晴らしい。見ていきましょうか。はい、キラキラ光ってますけども、見てくださいこちら。あーいいですね。あ、いい。エッチですね。これいいですね。はい、まあ、こういうカードとか、これね、どうなってるんやと。これどうなってるんやと。まあ、こういうカードばっかり見ていったけど、もちろんこういうカードもございます。めちゃめちゃかっこいい。まずイラストが素晴らしいんで、まあ、そういう点で、やりたいなっていう方が結構いらっしゃるんじゃないかなと思います。はい。と、まあ、ここまでね。大方特徴を話したんですけども、じゃあ実際どうやって戦っていくんだと。プレイヤーと同時進行、ドロー要素がないカードゲーム、一体どういうことなんだっていうところがあると思うんで、早速ですね、対戦の方をちょっと見ていきながら、解説していこうかなと思います。さあ見ていきましょう。はい、まあ対戦が始まるとこういうフィールドが出てきますよね。はい、で相手のライフポイント、一番中心にある、ダイヤマーク、ダイヤマークっていうかひし形のね、緑のマークありますよね、あれが10ってなってるんですけども、相手のライフは10です。はい、でこちらのライフポイントが11で、これはこの11の前にねシールドみたいなの貼られてるじゃないですか。でこのシールドを自分で変えることによって自分のライフを増やしたり減らしたりすることができるんですよね。はい、まあ、そこからもう戦いが始まってるというわけなんですよ。自分の ライフポイントを少なくして、シールドから発動する効果を強くしたりとか、逆に、自分の体力を、増やしまくってすごい耐久力のある、戦いをしていくのか、もうこのシールドを選ぶ時点から、なかなかの戦略の幅がでかいですよ。すごいでかい。はい、ということで、まあ、右下25って書いてありますよね、これがデッキでもあり自分の手札でもあります。はい、見ていきましょう。はい、まあ、今回持ってきたデッキが、まあ、この紫属性の、デッキなんですけども、この全てのカードが自分の手札なわけですよね。はい、まあ、つまりだから、運がなくて負けたっていうのがもうほぼないです。ほぼない。はい、完全に実力ゲーということで、まあ、相手は NPC なんでね、ちょっとたっぷりと時間を使って説明していこうかなと思うんですけども、まあ全部が手札なんですけども、じゃあ一体どうやって出すのかっていうと、左下見ていただいたら分かる通り、なんか青色の火の玉みたいなのが光ってますよね、5つ。これが、1ターン目に得られる自分の
マナになります。はい、力のエネルギー的なね、はい、これを使ってカードをプレイしていきますと。じゃまず1回出していきましょうか。でこの、うん、下の方にあるね、黄色、紫、赤、青色、これにマナを振り分けて、カードをプレイしていくんですけども、まず、光のカード1枚使ってみましょうか。うん、この光を1個ねマナ使ってこいつ、はい、レベル1って書いてますよね。このレベルの数だけマナが必要になります。ということでこれをプレイしていきましょう。ライズということでカードオープン、こうやってね同時進行で、試合が進んでいきます。うん、で相手は自分こちらのマナを2つ減らして、こちらは2つマナを増やすっていう効果が発動したんですけども、まあ、見事に相殺してしまいましたねじゃこの辺置いとくか。うん、でそれと、うん、まだ特徴ございます。このカードゲーム、カード一つ一つに、攻撃力、HP、まあ、これはねどのカードゲームでもあると思うんですけども、それに加えて射程、防御力っていうのがございます。ちょっと見ていくか。はい、右上ちょっと見ていただけると分かる通り、レベルが1、まあ、必要なコストですよね。で次体力、20ですね、20の体力で攻撃力が10で、その下が、防御力ですね、防御力が0で、次が素早さです。あ、素早さもございますね素早さもあったわ、素早さもあると。で次が射程と、うん、だからこのマス、どのマスに置くかっていうのもなかなか重要になってくるの。うん、まあ、この辺のね説明っていうのはこのゲームをダウンロードしていただいてチュートリアルしていただけると大体分かってくるかなと思います。はい、ということで今回は、闇のカードを、ちょっと紫のカードをプレイしていこうか。うん、贅沢に3つ使っちゃうか。3つ使っても出へんな。 SP が足りません。あ、そうか。じゃあこの辺出していく。いや、ここはねもう1回マナを増やしていこう。うん、使います。ライス、カードオープン。はい、まあ、自分のターン開始時に、しっかりと自分のマナが2つ増えていくんで、まあ、マナを温存したり、マナを一気に使ったりっていうのも、まあ、戦略の幅につながってくるのかなとは思います。ということでこいつアタックしましょうか。はい、攻撃。はい、相手の HP が10でこっちの攻撃力が10なんでしっかりと処理することができましたというわけですね。この辺に置いとく。うん、じゃ自分のマナがない、8マナあるんで結構余裕があるんで、ここはもうがっつりと、紫3つ上げてこの辺なんかをねちょっと展開していこうか。こいつ結構強いんですよね。うん、強い。ライス、相手のマナがね少ないんで、まあ、こっちは結構温存していけてるんでね。はい、まあ、カードをプレイせずにマナを温存するっていうことももちろんできます。はい、相手のシールドが割れましたね。でシールドが割れると、シールド特有の能力が発動していきます。まあ、これは自分がシールドを選んだ能力が発動していくんで、まあ、そこも戦略がね分かれてきますよね。はい、まあ、これは一番前列にがっつりと置いていきましょうか。でこれ、さらに特徴一つ、復活ができます。はい、やられちゃった、キャラクターを復活することができるんですよね、マナ一つ払って。うん、でこの復活することができるんですけども、デッキの中に同じカードがないと復活できません。はい、ということで、まあ、この光のねカードが1枚まだ残ってるんで1体は復活できると。1体復活させておきましょうか。 OK で、まあここはねコストがないのでノーセットでいきます。はい、ライズ、はい、復活。さあカードオープン。相手の、盤面に、ユニットがいなくなった場合、倒すことが、相手のリーダーに攻撃、直接攻撃することができるんですよね。はい、ということでこちらのシールドが1枚割れたので、相手のユニットから1体選び40ダメージを与えるっていうシールドの効果を発動させて相手のユニットをしっ
っかりと除去していきましょう。アクション。さあ、各ねカードによって能力が違うので、ということでここですね、相手のユニットが0になったので、ここは相手のシールドをしっかりとブレイクできます。シールドブレイク、はい。うわ強いな、結構。コンピューターちゃうのコンピューターちゃうのか、結構強いな。うん、復活できないんですよね、このカードと同じカードがもうないので、これは復活できません。ということで飛ばしちゃいましょう。まあどんどん展開していきましょうか、ほんならどんどん展開していこう。相手復活もしてきたね、結構強いな。さあカードオープン、大丈夫か大丈夫これ、やられない。さあ素早さも上げれるんですよね、こいつの能力は。なるほど、結構強いな攻撃。はい、まあ、この辺はねチュートリアルしていただければ大体分かってくるかなと思います。はい、すごい相手のカードの能力がすごい複雑やね、こいつの能力がね、ほんで、このユニットの左右にいるユニットの攻撃力を10増やしてくれるんで、これはまあ真ん中に置いた方がいいですよね。はい、ということで、まあ、ここもノーセットでいこうかな。いやこいつ展開するか、こいつさっきねカード見ていきましょうって言って、まあエッチですね、釣ったカードですね、これもね結構強い。ということでこれ配置していこうか。ほい、ライト、マナなくなっちゃうけどね、そんな知ったこっちゃないと。ほい、アイテム結構やるねアイテムやるね。さあ攻撃力をアップ、素早さもアップしていく。素早さが高いユニットから順々に、攻撃ができますと。うん、はい、攻撃します。よいしょ、強っめちゃめちゃ強いやん。あ、けど回復した、なんちゅうやっちゃう。攻撃、ほら強え。また回復すんの、何それこれ何回復活すんのこれ。あ、また複雑な効果が発動しとるわ複雑な効果が発動してる。まあね、正直言うと運要素がない代わりにやっぱり複雑ですね、複雑。うん、ただ完全なる実力ゲーなんで、そこがねちょっと、うん、まあ難しくても極めれば、強くなれるというわけなんですよね。はい、で一つねランダム要素があるとすれば、この攻撃する先を選べません。うん、射程にいるキャラクターのランダムにどれか攻撃が当たります。はい、ただしその攻撃先を選べるっていうスキルを持ったキャラクターもいるんで、そういうのも使っていくとだいぶとね、戦いやすくなってくるのかなとは思います。はい、さあスキル見ていきましょうか。うん、相手のユニットから1体選び、アクション終了する。微妙かな、普通に攻撃しようか。ほら、よし、ほら、くらえ、よし、ほら、くらえ、強えぞめちゃめちゃ強いやん。さあ、相手のね、いっちゃん奥におるカード、これな、すげえ複雑やねんけど、すごい、能力を下げられてんのか、これは。じゃあまあどうしようかな、これどれセットしてもいいな。こいつ射程2なんで、こいつ置いていこうか。うん、おい、ライス、一気に勝負畳みかけようかな。はい、よいしょ。でこのシールドによって、大逆転もできるので、その辺もね本当にマジで戦略性本当に戦略性が高い。うん、何回も言うようやけど、これはマジで言えるね。うん、楽しいですよこれ。うん、さあ攻撃しましょうか。アダック、いいね。いっちゃん奥のやつなんかすげえ鬱陶しかったからなすげえ鬱陶しかったからな。オッケーオッケー、うーん、死なない。オッケー、これはでかいぞ、儲けもんすね。じゃあまあこの辺に置いとくか。うん、ほい、復活、復活します。さあノーセットでコストが足らないんでね。はいはい、復活してきた相手。さあノーセット、ノーセット、お互いコストが少ないんでね、
さあようやく消えましたね。で自分のユニットが死んじゃうと自分のライフポイントが1個減っちゃいます。はい、だからまあ復活するか復活しないかっていう選択も結構考えた方がいい。うん、攻撃いけ、いいね、強い強え、ほら強すぎ。シールドブレイク、あ、待機しかできないのかこいつ。なんだ、待機しちゃったよカードセット、まあ、ここもノーセットでいきます。ただ相手のマナが7個あったからな。うお、恐ろしい、これは怖いぞ。大丈夫か。さあ攻撃力アップ、速さアップ、両サイドの攻撃力がアップ。あ、これ盤面がねものすごい強化されるんですよね。くらえ、強っ、攻撃、よっしゃ、シールドブレイク、相手のライフはあと4つですね。はい、オッケーオッケー、大丈夫ですね。シールドブレイク、ほら、よし、あと3つですね。まあこれはさすがに勝ったかなとは思うんですけど、どうかな。まあノーセットですね、ここは。さあ最前列になかなかでかいカードが来ましたね。なるほど、お、はい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 、なんだこいつ。さあさあユニットが死んだので相手のライフがどんどん削れていきますね。残りライフは1と、で相手の盤面がもう1体しかいないんですよね、ユニットが。でこっち4体おるから、もうこれはもう勝ち確ですね、勝ち確勝ち確ね。はい、じゃあ攻撃くらえ、はい、シールドブレイク、これで対戦が終了しますと。はい、対戦ありがとうございました。はい、皆さんお疲れ様でした。ということで、まあ、ざっくりとですけどルール説明と、まあ、こういう要素があるよっていうのを解説したんですけども、いかがだったでしょうか。はい、まあね、最新作の DCG となってるんですけども、まあ、どんどんねカードも追加されてくるし、いろんな面で改善されてくる場所も出てくると思うんで、まあ今から始めといて損はないのかなと思います。はい、で、まあ、パックもいっぱい向けるし、最初にね、デッキが1個もらえちゃうんですよね。うん、好きな色のカードを選んでデッキが1個もらえちゃうんで、全然すぐに対戦できるというわけなんですよ。はい、ということで、まあ、よろしければですねこちら概要欄に、リンク貼ってるんで、よろしければプレイしてみてはいかがでしょうか。ということで、よろしければチャンネル登録高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よろしければフォローもお願いいたします。それでは良きアルテイルライフを。バイバイ。